商品を搬出しています。なんかすぐねがねが125g だもん、うん、普通この切り落とし感、うん、極め新牛タン塩、うん、うん、あとこれ牛タン切り落としリミシワーズ、うん、この2つ買ったから、うん、量分かんないから開けてみる、うん、こんな感じな、4枚入り、4枚入りだな、これも開けてみる、うん、これも結構量入ってる、まず初めてだからこの量でいってみるか、一回だんだんだ梅だったらまた買えばいいもんな、うん、今日ちょっと梅雨で釣りでも行かないから、うんうん、ちょっと焼肉やる、うん、焼肉って焼肉かって言えば牛タン、牛タン自販機で買ったやつな、うん、でこれがテールスープ、うん、大醤油の持ち帰り、うん、で白いご飯をメスティングで炊いて、うん、これが利休のなんだっけ、なんだっけ、なんだか味噌な、うん、辛味噌系よ、唐辛子味噌みたいな、うん、で、あとこれが牛角の塩、塩、なんだっけ、やみつき塩キャベツだけど、なん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 、これをちょっと食っていくか、うん、まずこれ札幌黒ラベルあと1本飲んだから、うん、これちょっと初めて勝ちした、うん、沖縄のな、うん、ちょっと住んだった沖縄のオリオンビール、うんうん、沖縄のバーイベンだけど、なんかコロナすげえからな、だからな、せっかく観光客戻ってきたのに、うん、まず乾杯するか、うん、乾杯するか、乾杯。私はレモンチューハイです。これちょっと白米食べ始めたんだな、炊き込みだかな、うん、まったくがご飯、うん、これで、うん、15分ぐらい、20分ぐらいだな、うん、極め新、うん、極新っていうんだろうな、牛タン新、うん、なんかちょっと揉めばいいって、うん、だんだんだんだ、なんかそのなんだ、ワンゲンの動画見だっけな、ちょっと軽く揉んで、うん、1000円、うん、これ切り落とし600円だべ、600円切り落とし紅塩、うん、うま塩だが、じゃん紅塩、紅塩、うん、これお得だもん、これ 240g だから260って書いてあったもん、うん、水根も解凍できるし自然解凍もできるって書いてあったけど、私まだは冷蔵庫で一晩、昨日買ったからな、うん、はい、袋から出しました。横澤鉄板使うのも久しぶりだな、久しぶりだな、1年ぐらいぶりだべが、なんかコロナになってからアウトドアできなかったもんな、うん、僕がいいな、これ最初鉄板加熱するんだよな、強火でな、油塗る、うん、キッチンペーパーにサラダ油を浸してます。牛脂だからな、うん、あればいいだけ、うん、ねえから、牛タンだから、これ煙出てきたから、うん、火弱める、うん、これ余熱で焼けるからな、うん、あとご飯も蒸気出てきたから、うん、まずご飯炊ける前ちょっとこのなんだ切り落とし食べてみるか、だなこれだな、ご飯食べてやる、うん、うん、すごい火取るね、ね、火取るかな、うん、もうちょっと火緩めたからやった方がよかったのね、ゆずがうまそうだ、だからすぐ焼ける、うん、ほんともんだべな、初のワゲン、ワゲン、あのなんだっけ、カワセルの自動販売機のところでな、なんだ、スタンドのところだな、
ヘタの取ります。焼き上がってる。うん。どうも。まずはそのままでいただいてみたいと思います。はい、うん、牛タンの味はします。うん、うまい。うん、これ600円だと安いと思う。十分です。十分だよな。うん、切り落としどんどん焼いていくだな。うまい、うまいな。うん、横澤鉄板すぐ切っておるからかな。だ、私も手伝うわ。だな。取りながら難しいんだけど。難しい。いい？俺やる。うん。いいね。うん。いい感じに焼けてきてます。うめえのこれな。おいしい、普通においしい。やみつき塩キャベツいってみたいと思います。うめがってさ、聞くときは牛角のです。うん、うまいです。うめえな。うん、焼けたらバンバン食ってくわ。そんな、うん、軽い。レモン絞っていきたいと思います。普通にうめんだけど。なんか食べるの十分だ。うん、いただきます。うん、グッドグッド。うめんな。あっちが飲んじゃうんだよな。うん、すごいうめんな。まだ太るんでね。そんなにかと、うん、痩せねえものだって。80キロの大台行くんでね。まだ大丈夫だと思う。だって去年79キロだったら会社の健康診断で。まだ体そこまで重てくね。ちょっと焼いてみるか。うん、最初は強火で焼くんだよな。けど横田鉄板は火力の太さできないんだから。これ日経の何番味噌だろう。だ、通販でね、僕買えねえと思ってきゃ、ちょっと探しに行ってるあったもんな。あった。うめ、うめやな。うん、南蛮味噌結構辛いです。けど仙台で利休で食べた時このセットでね、あったっけが。だん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 、うん、一夜漬けな。いい感じねえか。うん、ね、おー、これテラカドブラウンっていうんだけど。へぇ、なんそれ。テラカドジモンの、うん、なんかフレッシュブやったやつ。うん、ワインな。はい、あ、ちょこっとでヨーガラ、サベヨエガラ。はい、あれいいと思う。うん、はい、どうぞ。はい、どうも。ちょっとこれナイフとフォークで食べてみる。うん、うめ、うめ、食べてみるやん。うん、ひいきやだからあと蒸らしに入る。うん、10分な。はい、これで蒸らし。はい、はい、牛タンこんな感じです。なんかスモークされた感じで美味しいです。うめえな。うん、なんかスモークされたロース、厚切りロースハムという感じです、味的に。ちょっとまた違うな。うん、なんか俺でもバラの方好きだな。うん、私もなんかこれ、まあ、確かにうめえんだけど、うん、この仙台で食べたのとちょっとなんかの、うん、なんかは食べてるもんな。スモークされた感じってなんかちょっと、なんかちょっと違うんだよな。ハムみたいな味するもんな。うん、バラの方がなんかご飯にもあって、だから そういう感じだ。うん、お得って言ったらこっちもお得なんだけども、うん、味的にこっちの方が上手すぎだな。うん、私のだわな。うん、ご飯だけだな。うん、蒸らし10分やったから、うん、開封の儀ちょっと開けてみるか。うん、また湯気いっぱい出るのもいいや。鍋が
白飯単品で炊くの初めてだな。いつも炊き込み動画やってるからな。そうでしょうか。うん。ああ、出た。わ、ツヤツヤだ。いい感じでねえか。だから。すげえ。初めて食べた。だから。初めて食べたって、ね。初めて炊いた。多分1回は2回は炊いた時あると思う。白飯だけ炊いた時ねえよ。ねえけど。ね。初めてだ。うん。俺すげえいい感じに炊けてる。だから。麺、うんうん、普通に麺だけど、うん、なんか昔あのリキューで食べた、どんどんどんちょっと違って、ちょっとハムっぽいっていうかな。なんかハムみたいな味するな。なんかちょっと、けどこれがまず1000円で食べれるのか600円で食べれるのか、うん、十分だと思うんだけどな。うん、どんどん焼いていくわ。あと焼いていくわ。ラストスパート。ご飯も焼けながら。だからご飯も炊け出して宿、ケールスープもあるしな。うん、全部乗らねえの乗るが全部乗せる。うん、いいんでね。うん、ご飯盛る。うん、米立ってるよこれ。ほんと、うん、麺でにしろ米と盛るこれ。うん、今回は蒸し米を使いました。はい、どうも。テールスープ、テールスープ温め直しました。すげえこれ。うん、すごい肉だな。種見てるのなんだ。なんだっけな。なんか味付けの間ね。千切りのネギ入ってねえんだか。あ、それは入ってねえかもしれない。うん、大正園のテールスープだ。ほんだ。まず、結構盛りって盛るかな、まず。うん。食えばいいね、それ。うん、私は肉少しでいい。量あるな、入ってる。あるな。これ1人前でな。いや、1人前1000円だ。あ、なんか大根みたいなの入ってる。なんか入ってるな。うん。入れればいいね。そっちの方さも。うん。なんだ、こんにゃくだか？いや、わかんねえな。食べてみよう。わかんねえな。この種見入れたのなんだべ。わかんねえ、食べてみよう。うん。ほい。はい、スープ飲んでみる。うん、激アツだった。なんだ、テールスープだな。うん、韓国風でやっぱりあの、あー、そっか、そういうことか。でもうめ、私もいただきます。十分うめよ。うん、うん、韓国風だけど美味しいです。うめえな。うん、はい、これ牛タン定食一人何もだめな。1000円、わかんねー。1500円くらいでねえか、多分。あ、トータルそんなものが。それくらいだと思う、スープ合わせで。うん、まずこの肉食って、うん、ご飯さ乗せて、うん、難しい。うん、バレないね。だってが、うめ、切り落としご飯。うん、ご飯ツヤツヤしてる。ツヤツヤしてるよ。うん、はい、はい、今日、うん、梅雨の中の牛タン定食っていうことで、うん、いろいろ食べたけど十分ね。だな。俺次買うときはこのバラの方買う。ああ、私も。これ豚も売ったから豚もちょっと食べてみる。だな、うん、試しに。ということでこの韓国風のテールスープも嬉しい。美味しい。うん、全部うまかった。うん。まあ次はキス釣りとかいろいろやるけど、うん、今日はまず牛タンで締めてゆっくり食べていくか。うん。じゃあ、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。